義乳特選隊緑のやつお前何やってんだよ何やってんだよ問題の証拠映像あるよ行こうどうも義乳です吉谷慶ちゃん なんやねん、このクマなんやねん、このクマ <laughs> ここは緑でしょ。ここは突っ込んでいくよ。なんで白クマやねん。なんで緑のクマ用意せんねん。緑のクマおらんか。これ緑で塗ってこ。あ気持ちわかるよ。白いクマを緑に塗るのはちょっとね、クマさんかわいそうかもしれないけど、緑のやつ言うてるわけですから、なんで白クマ出てくるよ。 なんでしろな。お誕生日。四十二歳。おめでとうございます。なんか。えー、風邪引いてるみたいで。なんか。風邪引いてますよ。そんなもんは風邪引いてるんですよ。<laughs> いやね。聞いてくださいよ。本当に。 42歳の大イベント、1年に1回しかないこの大イベント、なんと風邪ひいて治らないっていうね。もう5日目、6日目ぐらいだと思うんですけど。もうね、治んないですね。昨日、明日は誕生日だから、ちょっとあの、万全を期しようと思って、温泉行って、汗流して、アクエリ飲んで、汗流してアクエリ飲んで、汗流して,アク,流してアクエリ飲んで、循環して、薬飲んで寝たんですけど、まあダメですね。 で、今日もね、もう無理やりご飯いっぱい食べてきましたから。無理やりご飯いっぱい。無理やりご飯大盛りしてきました <laughs> 無理やりう食うしかないっていうね。栄養大事ですもんね。<laughs> もう本当は増水、本当は増水ですよ。本当は増水食いたいところを、なんとチキン南蛮大盛り増、増 <laughs> 水食いたいけど、今日乗り切るために今日ね、まあまあまあいきましょうね。 調子悪そうだったんでえ今日今日じゃないな今回今年は、えー、もうねちょっと短い動画でお読みしようかなーって思ってますあの毎年歌うたったりなんで歌歌わないんだよギニュー <laughs> ギニュー いつ去年なんかギターで歌歌ってただろう何やってんだよ何やらかしてんだよ <laughs> 吉谷さんはね、吉谷さんは体調不良でもやるんですよ。やってるんですよ。<laughs> 気にするな。<laughs> なんかギター弾いちゃったりしてるんですけども、あの、今日はなんかね、ィーチャー調子悪そうなんで、 そんなんねあの歌とか送られちゃっても多分見るのうざいと思うんでもう今年はねこっちのはうざいよこっちのはうざいよなんで白熊やねんなんで緑ちゃうねん白熊のがうざいやんそんな分かっとらんみ緑のやつでしょ緑のやつなんだから近くいきますあのえあのね 実はね、去年からこの1年間ね、ちょっとネタ考えてて、あのう、おとつい、土曜、日曜、2日かけてね、作ろうと思ってたんですけども。僕から何学んでんだよ、緑のやつ。<laughs> 作ろうと思っていましたいやいや、思いを形にするのが吉谷だろ。<laughs> 思ってます。買おうと思ってます。やろうと思ってます。バカかと。買えと。やれと。<laughs> 思ってます。金庫でしょ <laughs> なんか聞ちゃあ調子悪そうなんでね。なんか途中で見るのにやめられたら嫌かな。嫌だなーって思ってん、ね、で、ちょっとね。あの、見た。せっかく。 温めたゃネタなんでまた来年来年に来年に取りますなんでねあのもう今回もうこれ来年僕生きてないかもしれないですよ大丈夫ですか大丈夫来年緑のさんも生きてるかどうか分かんないよ大丈夫なのか生きてる保証はない何度動画で言ってきたか明日死んでるかもしれない今日死んでるかもしれない。 今日頑張ったもん、開示の班長ですよ。開示の班長は言うわけです。明日はない。今日頑張ったやつのみ、明日が来るんだ。開示の班長の名言ですよ。今日頑張ったやつのみ、明日が来るんだ。そういうことです。この動画ね、今回5分で5分で、うん 興奮でも必ずね、うん、あのー、切るように。もう自動的に、ね、もう切っちゃいます。でも最後ね、あの、ありがとうじゃないな。あのー、最後の言葉ないかもしれないですよ、もう。もう切っちゃいます、もう本当ね。いつもね。<laughs> いつもなんか。僕の方が今切れてますよ。僕のが切れてますよ。だいぶ切れてますよ。 体調悪いんだけどねこうやってるわけですよこう切れないとできないからねいろいろといろんな神経を切らないとできないですからえんの伸びちゃってるんでねま,まあまあ今別に切ってもいいんだけどねどうですつらいですかね体調大丈夫ですか大丈夫じゃねえよ<と>大丈夫じゃねえよなんか今年も何か送ろうかと思ったんだけどうん <laughs>、えっとてるもうね 送られてきてるよ他の人から山崎山崎送られてきてるよ山崎誕生日プレゼント山崎えそば届いたよそば送られてきてるよで今日の夜ラーメン届くらしいよ <laughs> 山崎そばラーメン届くらしいぞああああ時にね。 熱ある時に、なんか寝ている時にピンポン鳴って、せっかくね寝ついたのにまたなんかね、えー、起きちゃってまたしばらく寝れなかったら大丈夫です。本当に辛かったら起きません。ピンポンでも起きません。<laughs> 勝手に起きるし勝手に寝ますよ。勝手に。 勝手に寝るし勝手に起きるし勝手にまた寝るよそんなのはそ<う>あ辛いかなーと思ってねちょっとうーん今何か考えてますうん、なんかこの動画撮った後にちょっと考えて何かねうーん、なんかいい方法ないかなーっていうのをね考えてます、うんか明日なんか明日,なんか明日はライブですかねー なんかしますとか言ってたけどうんその時なんかねスパチャでもどうかなと思ったんだけどねスパチャもスパチャでうんあんまり多すぎたら周りに引かれて周りがスパチャを気にてスパチャお願いします今日僕ね21時からやりますからね僕ね品田に言われたんですよ品田にあの品田に。 品田知ってるでしょ品田ですよ。品田駅ですよ。違いますよ。品田ですよ。いや、あの、品田からですね、メールが来て、吉田さん誕生日おめでとうございますと。今日ライブやるんですかみたいな。僕は今、あの、滋賀、滋賀、佐賀、滋賀に来てますと。コラボ、コラボしてライブしますと。体調大丈夫なんか体調ライブしますかみたいな。で、僕は品田に返したわけですよ。ね。あのー、まあちょっと、体調が微妙だから、 まあ、やるかはわからないですけど、やるかもしれません、みたいな。品田から返信来ましたよ。吉田さん、体調大丈夫ですかただ、今日やるということに対して意義があると思いますってうね。品田からのアドバイスです。<laughs> まさかの <laughs>。もうやるしかないですね。確かに。一本今日やることに意義がある。間違いない。今日という10月1日、今日という42歳の10月1日、 もう一生訪れない今日やることに意義がある品田一本品田にアドバイスいただきましたありがとうございます <laughs> 通称山下清ですよそう令和の山下清に言われましたねそうああのスパチャねスパチャの5万円お願いしますなんか調べたんですけどスパチャマックス5万円らしいんで5万円いきましょう村上さんのやつも結局買わなかったでしょ いや、村上さんのより安いじゃないですか、5万円。安いな <laughs> どうですか村上さんのはコンサイル安いよ。しかも僕に入ってくるけど、まあ、グーグルさんにスパチャ、グーグルさんスパチャル6割でかな ?6 割ぐらい、4割、6割、<laughs> 結構取られるあれですけど。<laughs> まあいいでしょう。スパチャの、そのあの、あの感じでこう、に価値がありますから。まあ本当だったら銀行振り込みでいただいた方が、 まあ、いっぱい、全部入ってくるんですけど、スパチャね、結構取られますからね、Google に。システム利用料。<laughs> まあ、あいいでしょう。5万円。あ、5万円2回でもいいですよ。あ、5万円2回。いや、5万円10回。<laughs> いや、5万円10回。これもある。<laughs> どうですか ?5 万円10回。あ、それでも村上さんのより全然安いね。5万円10回やったとしても、村上さんのより安いじゃないですか。めちゃくちゃ安いですね。大丈夫。 破産していこう、今日でも破産、クレジットカードの枠、使い果たす、はい、うたピーチャー処分するかな5万円で、5万円でね、5万円いきましょう、はい、まあ5万円いけて、あとね、まあそうですね、分かってるじゃないですか、分かってますよ。はいなんでね まあ、とりあえず今年はこんな感じで、おってた思いますね。はい。そしてまた、あまた前言ってた動画、またね、えっと、ティーチャーが、あーなんか調子良さそうになった時にね、送りますね。じゃないと、ティーチャーのことだから、なんかこっち動画送ったら無理して、えー、変身返事にしちゃおうと思うんでね。で、この動画も、もうちょ え無理するのが僕じゃないですかいや、無理するのが吉谷拓郎でしょえ、無理しない方僕じゃないでしょうえ、どうなんですか無理する僕に惚れたんじゃないですかどうなんですか ?3 万本。まあ無、無理して頑張った部分あるからね。一応。さまあ、今は大丈夫ですけど、最初はもう動画撮りたくなかったですから。うわぁ、動画撮りたくねえな、つってやってましたから。 まあ今は大丈夫ですけど最初はね喋るのもねまあ今この話しても誰も信用してくれないし詐欺師って言われるかもしれないですけどほんと動画撮るの嫌でしたからねマジでレックボタン押すの嫌でしたからまあとりあえずもう「どうしよう!」ってやってましたからいろいろな部分でいろいろな部分でどうしようってねやってたわけですよわかりますかででと思うんねいいらないですよ なんかそれはそれでティーチャーがですね初めて返信送らなかった男ということでええー、気になりますかねはいということであ四4分50秒あもうじゃあね今回もこれで切りたいと思いますティーチャーお誕生日おめでて切れてんじゃないですかおめでおめで おめでまでしか言えてないですよ。はい。その続きは、あのスパチャでおめでとう5万円でお願いします。はい。まあ、5万円30回でもいいですよ。300万か。お300万。<laughs> 5万円。5万円を30回で3515、あ、150万か。6530で5万円のスパチャ60回で300万になるよ。いいじゃないですか。300万。枠ありますか枠。 まあ、ギニューさんのことだからギニューさんなんかあのアメックスのゴールドを持ってそうですよねアメックスあんま上下ないですよね多分ゴールドでもうんなん,かなんかギニューさんアメックスっぽいなカード、うん、まあとりあえず今日のね21時から一応頑張って3時間3時間僕やろうと思います21時からやって3時間やって今日 誕生日終わりました言うて終わるっていう。まあ3時間持つか分かんないですけど。3時間持つかな。22時からにしましょうか。いやでもな。まあ3時間行きましょうか。3時間。まあこの後僕寝るんですけど。あのライブのために。寝ます。普通に。寝ます。<laughs> 普通に寝ますけど。21時からやりますんで。今日という日は今日しかない。 1>, 1年に1回ですし42歳という誕生日も今日しかないしいや今日品田に言われたのがね心に刺さりましたね今日やるから意義があると思いますこれなんですまさにまさにその通りだ、ね、今日やることに意義があるわけですよ今日じゃなかったらダメなんですよだからねラッキーなことにねこれは考え方ですけど 39度とかないんですよ。まあ、微熱はあるけどね。微熱もちょっと下がったかな。そう。まあ、体調悪いし、ちょっと微熱あるかも分かんないですけど、まあ、でも、その程度なんですよ。まあ、39度だったらさすがに無理だけどね。うん。なあまあまあまあ、とりあえず、やります。はい。今日も朝からね、ちょっと動画ちょっと撮ったりとか結構してるんで。 ちょっともう疲れてるんで、もう寝ますけど。<laughs> やっぱね、年取るとね、本当治んないですね。もう全然治らん。うん全然治らないです。お気をつけください。吉谷菌もなかなか治らないですね。吉谷菌も <laughs>。吉谷菌、たち悪いですね。ウイルス。吉谷ウイルス、たち悪くないですから。 結構ギニューさんは長いよね、うん。結構ギニューさん長いと思うけど、治らないですね、吉谷タ菌。<laughs> いい病気でしょいいウイルスじゃないんですかどうなんですか吉谷ウイルス結構いいウイルスでしょ感染していこう。これからも。<laughs> はい。まあそのためにはね、やっぱあのー、上納金5万円が必要ですから、スパシャで。<laughs> 安いな村上さんのより安いな いやー僕はね、義ーさん最後ね、僕は最後義ーさんもしかしたらあんじゃねえかなと思ってたんですよ、実は。本当に。これもしかしたら奇跡の、奇跡の逆転、満塁ホームラン、義ー特選対緑のやつ、まさかの入金があるかなと思ったんですけど、まあ奇跡は何度も起こんないですね。奇跡が何度も起こったけどね、奇跡じゃないからね。<laughs> まあしょうがないですね。まあ学が学ですから。 学が学ですからまあ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 ギニュー特選隊緑にやつの弁明弁明動画お待ちしておりますので <laughs> 弁明動画いやでもね村上さんほとんど知らないから村上さん知ってて村上さんの価値もある程度理解してて村上さんのメルマガも見てて村上さんにもお問い合わせしたことあるわけじゃないですかで村上さんのメール見て勃起もしたことあるわけじゃないですかそれはね行くしかないでしょう村上のメール見て勃起してるんですよ あ、言っちゃったら、大丈夫でしょうすみません言っちゃいました言っちゃったな。そう、勃起したんですよ。牛乳さんは。勃起、勃起、勃起。ポッキーね。ポッキー、あ、すみません。ポッキーでした。ポッキー食べちゃったんですね。すみません。いやーねー。いや、でもね、村上さんのコンサルやっぱすごいですよ。 今僕チャットワークでね、るいくんがね、あの入って、まあ、この前もサウナ行って、まあ、コンサル一緒に同伴してやったんですけど、で、今チャットワークでるいくんのコンサルしてるんですよ。で、僕も入って見てるんですけど、すごい細かいし、やっぱすごいですね。経験値がやっぱ違う。すごい。なんかもう全部の箇所にこう、もうしかもすごい細かいし、うん、すごい。うん。まあ、あとね、今月またあの同伴して、今度また、 この前は初回は100万のコンサルあ100万のサウナでコンサル同伴して今度はあの新あの横浜か横浜のオフィスで同伴してあの、まあ、僕は聞いてるだけですけどコンサル聞いてきます聞いてきます <laughs> ひたすらお土産持って <laughs> いやでもね生村上さんね思ったんですけどなんかねあの普通っすね普通。 なんか、目の前で、だまあ、あんまないじゃないですか。目の前でコンサルしてる風景見るってあんまあり、あり、ありますないですよね。普通にないですよね。目の前でコンサルしてる風景、この前見てたんですけど、あ、普通やな、みたいな。そう、普通というか、な、なんだろうな。その、質、その、質問して、その、こう、やり合いするのが、まあ、僕も普段やってることなんですよ。ただ、言ってる内容だったりとか、うん、なんだろうな。うん 言ってる内容とかななんだろうな、まあ深いまあまあ、でもね初回はね僕とあんま変わらなかったですね初回はやっぱ知らないからそこまでだから初回コンサルに関してはこの聞いてリサーチみたいな感じですねで今チャットワークでやってるんですけどチャットワークでいろんな情報がこう出てきててそこに対してはすごいですねもう細かくだいぶ細かい感じのリテーリングになってますねだかから2回目は <laughs> かなり あの内容すごい内容になってくるのかなと思いますけどねすごいなんかね引き出しがやっぱ多いですなんかこのるい君がちょっとこの言ったことに対してチャットワークでここのこれに対してこうみたいなここに対してこうみたいなでここに対してこうみたいなだからるい君がチャットワークでこうメッセージがあってここに対してこうここに対してここでしかも これはここに対して「あこれはいいですね」で「これはどうのこうの」っていうこう共感も入ってますからねあそれはいいですよこれはいいと思いますよみたいなとかもう細かくすごいっす僕あんまチャットワーク使わないのでチャットワークすごいなみたいなね <laughs> チャットワーク全然使ってなかったんでまあか東京にいる時にちょっと使ってましたけどそうあ村上さんはなんかほぼチャットワークでやってるみたいなんだよねうん はい、まあ。ということで、今日の21時からね、ライブ、えー、誕生日記念ライブやりますので、スパチャ5万円、過去最高、お待ちしております。待ってるから、ライブで、スパチャ5万、待ってるから。あ、あとあれでしょあれ、吉谷さん、今回あの動画、あれ、メールの返信は来たけど、あれ、動画の回答なかったぞと思ったでしょ からのこれですからからのこれですよこれも戦略ですよあれ吉田さんなんかメールでちょっと優しいなみたいなメールでちょっとあれ優しく返事が来たなあれ物足りないぞ吉田に信者としては物足りないぞと、そう思ったでしょ、はい、がっつりがっつりあのツッコミを入れつつ20分でお返しです 5分の動画に対して体調不良だけど20分でお返しです。倍返しじゃなくて4倍返しです。4倍返し。5分の動画に対して20分でしょ4、5、20、20、20分。倍返しじゃなくて4倍返しですよ、吉田には。よろしくお願いします。お願いします。5万円。待ってるから。スパチャ5万円。伝説、作ろう。